I'm Jane, the Navigator, and today we came to Ginza, Tokyo. Ginza has long flourished as a place where the latest culture and products gather, and is so famous as a tourist destination that the term Ginbura, meaning strolling aimlessly through the streets of Ginza, has been in use since the Taisho era, 1912-1926. In Ginza, there is an event to celebrate the 10th anniversary of Itaindo, a company that has been introducing the charm of seals to the world. And I would like to go and talk to them about various seals. Signatures and seals are used to prove that a person has agreed to a contract. Were used in a wide range of situations, from receiving packages in daily life to signing contracts between corporations. In Europe, the US and other foreign countries, signatures are primarily used, while in Japan, seals are often used. It is not certain when seals first came into use in Japan, as there are no reliable data to support this. But the oldest existing seal in Japan is the gold seal of King Hanzomonu, which is now designated a national treasure and was found in 1984 on Shiga Island, Higashiku Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, present-day Fukuoka Prefecture. The Japanese seal culture has a history of more than 239 years, but it was not until October 1, 1973, that it deeply penetrated into the lives of the general public as time passed. On that day, the Daijoukan, Grand Council of State, announced the establishment of a system on affixing a personal seal, in addition to a signature. And October 1st became Seal Day to commemorate the day when seals officially became a citizen's right in Japan. Tosho Corporation is a company that continues this tradition of seal culture while introducing new forms of seals to the world. So today we came to Itaindo 10th Anniversary Exhibition! イエーイ! こんな素敵な空間で小川さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ぜひこの Itaindo、痛い、反抗ですよね。はい、そうですね。についてその魅力について教えていただきたいんですけど。そうですね。弊社の Itaindo が出している Itaindo っていうのは、まあアニメのキャラクターやゲームのキャラクターと自分を関わらすことができるっていう他にはない商品になっておりまして、びっくりしました。こんなあるんですね。欲しい。ありがとうございます。ぜひね、あなたの推しを見つけてもらえればな、いいかなと思ってます。キリトの作りもうぜひぜひぜひ。弊社そのイタインドが今年、10周年、丸10周年を迎えまして、これまでの172作品のタイトルから、まあ、一部ではあるんですけれども、イタインの展示っていうものと、皆さんに見ていただけるっていう機会を今回ご用意させていただきました。イラスト印鑑というものはもうその魅力は何でしょう。はい、まさにこういう印鑑なんですけども、まあ、キャラクターのお顔とお名前を触れるっていうところで、実はこれは銀行員にも登録できるんです。いけるんですか、この書類とかに押せる、はい。絵柄ももちろんありますので、多少複雑になってますので偽造防止にもなりますし、そういったところのセキュリティの防止っていうところでもかなり、そしてこの好きな自分のね、推してるキャラクターで押すことができる、押すことができる。ダジャレですね。そうですね。現状ですとあまり海外の方には出してはいないっていうのが実情なんですけれども、お問い合わせっていうのはたくさんいただいているので、今年にかけて、海外に配送できるように準備を今進めている最中です。そしたら名前英語で書いたりとかするんですか。そうですね、英語で書いたりですとか、まあ、もちろん日本のものっていうことなので日本語で当て字にさせていただければなというふうに思っております。素晴らしいです。So I would like to talk to Mr. Nakagawa, the president of Tosho Corporation, who's visiting the exhibition today. よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。Tosho Corporation という会社はどんな会社なんですか。はい、Tosho株式会社という会社はですね、主にキャラクターグッズを手掛けている会社なんですけども、もともと創業はですね、IT からスタートした会社なんです。で、IT からですね、当時2010年時代はですね、日本では電子書籍が流行っていた時代でもありまして、まあ、これから電子書籍の時代が来るだろうということで、弊社もですね、電子書籍のビジネスを最初立ち上げるきっかけとして、で、そこからですね、もうもともと IT だったものが
人のご縁を通じてですね、ハンコというちょっと全くアナログの文化の方に会社がシフトしたきっかけで、会社の社名もですね、東証という社名に切り替わるきっかけにもなったんです。で、もともと電子書籍の時にですね、まあ、エンタメ業界の方々とお知り合いすることもすごく多くてですね、同人作家さんたちのその出会いもすごく増えていき、その同人作家さんたちの何かサービスをもっともっと手掛けていきたいなと。で、ちょうど電子書籍を作っている企業様と、まあ、実は副業でやっていたのがハンコというビジネスでして、今までハンコっていうものが日本文化では実用的なその価値として印面の中に名前を彫って、それを銀行やあとは契約書とかに使われることがほとんどだったんですが、私たちの持っているそのコンテンツ、まあ、クリエイター、イラストレーター、そういった方々の似顔絵やキャラクターのものを名前の代わりにそこに彫るというもの、それを、私がですね、思いつきだったんです。それを実際にですね、本当にできるのかどうかを実験にどん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 開発をしていくと、それが出来上がった製品がこういったものに、ね、200タイトル近く、はい、と伺いましたが、素晴らしいです。やはり私創業時代はですね、この印鑑というものの文化というのは日本、まあ、アジアの方ですごく広まってるんですけど、欧米の方々にお土産でその印鑑を作りたいという声を聞いていた時に、まあ、ただその名前だけなく、日本のその文化というものをもっともっとアニメやゲーム、まあ、日本にはですね、それだけじゃなく車だったりとか、あとは野球だったりとか、そういったものをですね、その印鑑にその込めたものをもっと世界に伝えていきたいなと。その世界では今大谷さんであったりとか、まあ、外国で活躍されている方々もすごくいらっしゃると思うんですけど、私たちはそれを印鑑で形を作り、それを世界に通じていきたいと思っているんです。素晴らしいです。頑張ってください。ありがとうございます。最初はですね、ツイッターでこれが銀行員で使えましたということを私つぶやいたところ、それがものすごくメディアの方々に、それはバズりますよこれが銀行員で使えたんですかって、その美少女のその絵が入った印鑑ですね。で、それがですね、いろんな方々に興味を持っていただいて、まあ、私たちの方ではどん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 それが認知広がっていったんですけど、私がやっぱりもっと使いたいなと思ったのは、これが婚姻届で使えないかな魔法少女まどかマギカというその作品で、まあ、当時 その私がやっぱ思い出が深い一番の作品でもあったので、自分の好きな作品で、はい、やっぱりその形に残る、ね、ご結婚の、はい、かわいい。もう本当にそれで出た時にやっぱりいろんな方々からも祝福していただいたのもありますし、私がやっぱきっかけ、本当に今の自分があるのはこのハンコがあったきっかけでもあったんで、それをもっともっと皆さんに知っていただきたいなと思って、そういったことをやりました。素晴らしい。分かりましたか、みんな婚姻届け、かわいいハンコで押すんですよ。 It was really inspiring to watch this beautiful and cute seals. It is a true synergy of Japanese traditional and pop culture. Nakagawa-san is very cool and his love for Japan is so strong, but it led to this such a creation. I really want everyone to get Japanese seals someday.As a souvenir or even for everyday use. Japanese seals are now highly regarded overseas as cool Japan. We have introduced the origin of seals and the seal culture that blossomed in Japan. Japan is a country where seals have become so diversified and have permeated our lives and culture. Even as electronic signatures and electronic contracts are becoming the standard,Japanese seals are still very popular with foreign tourists as souvenirs. In particular, Toshio's seals have many attractive products with high artistic and cultural value. When you come to Japan, please take a look at Japanese seals as souvenirs. I hope you will take a look at some Japanese seals as souvenirs when you come to Japan. They're of excellent quality and I think you can feel Japanese culture through them. I had a lot of fun looking at very cute incans. I hope when you're in Japan, you'll create one for you too. Bye bye!